ザ・グレート・バトル・フォーは、バンプレストが1994年12月17日に発売した、スーパーファミコン用アクションシューティングゲーム。SD にリフォルメされた、ロボットアニメや特撮作品のキャラクターが戦う、クロスオーバー作品、コンパチ・ヒーローシリーズの一つ。シリーズ内シリーズである、グレート・バトルシリーズの第4作目にあたる。グレート・バトルシリーズ本編としては、前作、 グレートバトル3まで採用されていたベルトスクロールアクション方式から一新し、サイドビューの横スクロールアクション方式に変更された。これにより、各キャラクターの特殊能力を駆使して、ステージを攻略するようになったため、より一層アクション要素が高まっている。全7ステージ。また、前作の4人のキャラクターの中で、ロア以外は総入れ替えとなっている。各キャラクターのメイン武器は、 重機類であり、レベルが存在する。ステージに配置、または敵が落とすカプセルを一定数集めることで最大3レベルまで上がる。さらに、本作では画面全体を攻撃するボムや攻撃を防ぐガードを使用できる。二人プレイ時は片方のキャラクターを背負って移動することができる。コンパチワールドは新たに ニューコンパチネーションと解消し、平和の維持に努めていたが、抑圧されていた悪のエネルギーにより、異次元とをつなぐメイトが開いてしまう。皇帝オーバーロードの手により、核惑星が制圧されていく中で、ヒーローたちは、特殊戦闘チーム、バトルフォースを結成し、彼らに対抗した。明る日、キサブロ博士が、ブラック X によって拉致されたことを知った、バトルフォースは、V に、パワード。 ゾのチームを敵の軍船に侵入させて敵基地へ突破、さらに別行動でもう一人のヒーローを敵基地へ潜り込ませ博士を救出する作戦を決行した。この物語はバトルフォースとオーバーロード率いる軍団との戦いの中で活躍した4人のヒーローの戦いの記録である。ゾトロワは移動させずに射撃方向を変えることができるロック能力を持つ。 ガンダム系ライダー系ウルトラ系特定のステージでは最後に巨大ロボット同士による格闘戦が展開される。プレイヤーはコンパチカイザーを動かし敵ロボットの体力ゲージをゼロにすることで勝利となる。ジャンプやガード、強弱パンチの他に体力ゲージの下にあるエネルギーゲージが一定以上かつコマンド操作によって特殊な技を放つことができる。エネルギーゲージは 攻撃を控えたり、にプレイヤーのボタン連打で上昇させることができる。また、カイザースキャンにより敵ロボットの内部機構を調べることが可能で、コンパチカイザーが有利になるイベントが起きる場合もある。登場するロボットについては、コンパチカイザーコンパチカイザーと、バンプレストオリジナルの機動兵器一覧、ザグレートバトル4オリジナルを参照。コンパチヒーローシリーズとは、 コンパチヒーローシリーズポータル2011年11月5日閲覧ありがとうございます。